では 3D のお花を作っていきます。 3D の基礎で練習した内容になります。3枚の菱花を作っていくのですが、今回は花びらを3色のカラーを使って菱花にしていきます。で、カラーの順番は特に決まりはありませんが、バランスがいいように作っていただければいいと思います。で、今回は2本の指を 3D のお花にしていきますので、2本全く同じ花よりいろんなタイプの形のお花があった方がいいので、今回は真ん中に1つ大きいお花の指と、あとはちょっと欠けているお花も入れつつの指を作っていきたいと思います。今回は薬指に大きなお花を一つ作っていきます。まず薬指からいきます。大きいお花なので結構大胆に作っていただいていいです。引っ張って広げて、シュッと、はい、次に白い花びらにします。次にブルーの花びらです。まず薬指はこのようなバランスで大きめの3枚の菱花を作ります。次に中指に作ります。ちっちゃめのお花を、
に3枚目です。このように作ったら、今度は右の上の辺にかけたお花を作ります。はい、このようにまずはお花3色のカラーの菱花を作ります。次に葉っぱを足していきます。葉っぱも基本的には作り方は同じような感じです。玉で作っていただいて、先を引っ張って、中心から倒して、葉っぱは筋のようなものがあるので、筋があるようなのをイメージして、もう一枚その横に葉っぱを足します。2枚の花びらができました。花の花びらと花びらの間から葉っぱが出るような感覚の方がバランスがいいです。このような感じです。お花の花びらの間から2枚1枚というようなバランスが一番いいです。
次に中指に花火、葉っぱを出します。もう1枚出します。このような感じです。もう一枚足します。このような感じで3枚のひし花と葉っぱが完成です。このように同じひし花でも3色のカラーを使うととてもカラフルで可愛らしい仕上がりになります。